島田先生これ旧統一教会とはえこれどのような宗教というふうにまあ韓国で生まれたキリスト教系の新宗教っていうのが一番客観的な言い方かもしれないですね、はい、だからまあ文鮮明っていう教祖がいて、はい、まあその人が始めたところでベースにあるのはキリスト教の考え方で、はい、やっぱり人間っていうのは罪深いと、うん、その罪深い人間を救ってくれるのがこの旧聖書であるところの 文鮮明であるっていうのが基本ですよ実際これ現在の、まあ勢力というか、信者というか、これどういう、どれくらいというふうに。数万じゃないかなと。で、それ韓国と日本でですか。そうですね。合わせて。日本合わせて数万ですか。でもね、一時期芸能界を揺るがす大事件になりましたもんね。今も。僕からっつったら、もう桜田淳子。そうですね。我々はもう、あの、なんだっけ、あの、合同結婚式。 あれもう連日すごかったですよね秒でマスコミから消えましたよね、まあ、一般の人はそれで知ったんじゃないですか文化庁の発表ベースですその56万人っていうのが統計もあの今回調べさせていただいたんですけどこれとの,その日韓合わせて数万人っていうのこのギャップってどういう状況ですかまあ減ってるっていうのは一つあると思いますねやっぱりね一時期に入ってるんですよこれ新宗教みんな特徴で ある一時期に大量の人が入るんですだけどその後入らなくなるっていう感じで、うん、そうなってくるとどうしても信者の高齢化っていうのが進むそうすると勢力が衰えてくるっていう、うん、そういう図式ですね、うん、じゃあなぜ一体そこまでこう政治的なところで力を持ったのかっていうのも力持ってないでしょあれ政治家の側もまあいくつかあるはい、はい、ね新宗教のうちの一つで 1> 1つ、うん、もうなんなら幸福の科学の方が もっと勢力強そうに見えますよね、うん、今、今だと,ど,と,うとだどうもやっぱり自民党の議員さんは、選挙活動を手伝ってくれるっていうことがね、一番大きいみたいで、それ前から言われてたんですよ、統一教会がそういう形で入ってるって、でも実際的に、じゃあ、統一教会が大きな力を政治的に持ってるかっていうと、堀江さんがおっしゃるように。 いろいろ保守系の政党の一員じゃないかといや政教出たことあるからすげえ分かるんす組織票ってすごい大事で例えば老人ホームとかもう本当に老人ホームにいるご老人ってまあボケてるわけですけど分かってないんすよもう僕一応演説するんですよここに来てる人たちはあ僕に投票してくれる人なんだなと思いながら演説をするわけですけど 今今日来てくれた堀江さんっていう人に書きましょうねとかって言って多分その介護士の方とかが代筆するんだと思いますから見てるわけじゃないですよ。もうだから施設が来る人をまず決めるから、候補者一人しか来ないから僕に入るわけです、うん、その時、ああ、見た人だみたいな。あの人でいいよね、うん、そうですね。みたいな一生児ももう曖昧な感じで入れるんだけど、そういうので、やっぱ宗教団体の、特に僕は公明党と協目提携したんで、はいあ だからすごいよく分かってるんですけど、はいうん、めっちゃ票入るんですよ、はいうん、めちゃくちゃやっぱりパワーになりましたもんね、うんうん、もうちょっとでもいいんで企業とか団体とかそういう票は別に宗教団体に限らず統一教会に限らずみんな欲しいと思ってるし別に今統一教会が炎上してるから話題になってるだけで他の宗教団体も新宗教もみんなやってると思いますよ、うん、だから創価学会が公明党を作って、うん まあ政治の世界に出ると最初は創価学会の進行をまあ日本に広めるっていうことが主だったんだけど、うん、やっぱり途中から変わって、うん、ま中心になってくるのはいかに福祉っていうことを充実させるかっていうじゃ、なんですけど僕はすごい公明党の方々と創価学会の方々と関わったので、うん、よく分かったことは、うん、学会の中で一番集客できるイベントって何だと思います 圧倒的に選挙なんですよ手段が目的化したっていうかもうなんか本末転倒になってんだけどいや最初からそうですあ最初からそうなのかなもう選挙になるとみんなの目の色が変わるからだから選挙だ国会議員よりも市議会議員とかがすごいんですよもう投票率30%台だったりとかするから公明党の議員がやっぱ23人いたりするわけですよ 選挙区にでそうするとそれがベース表になるんで基礎表になるんで国会議員も受かりやすくなるし自民党が自公連立政権にしてるかっていう選挙で強いからですよね、うん、高齢化してね、うん、力がどんどん落ちていってますか、ね、今だいぶ落ちてる新しく入ってくる見込みがないので、うん、苦しいですねここうそういうその縮小の中でじゃあ実際どういうふうにマ,マネタイズというか、えー、やってるんですかね、うん、芸能人とか強いですよねそれも新しい芸能人は出てこないですから、うんうん プロ野球選手も結構、創価学会系の人いたんだけど、最近激減してますね、相撲界もゼロになっちゃいましたから、ね、やっぱりその創価学会自体の魅力みたいなものが、昔に比べるとやっぱ落ちてるってことでしょうね。